イタニャコでございますが、今日はイタニャコのフリーライブの日なんですが、そのライブとライブの間で、お坊さんめくり大会を開催しております。はい、というわけでお坊さんめくりというのは100人一首のカードを使って、やる簡単なゲームでございまして、百人一首はそもそも俳句を全部覚えないと遊べないゲームなんですが、この坊主めくりはその必要がありません。絵札の方を全部シャッフルしてこういう風に束にして置きます。そして、ルール的にはですね、なんて言ったらいいんですかね、一応大津のやり方ということで、説明させていただくんですけれども、これ一札をこうやってトゥイン引いて、誰がついてる場合から説明するの、誰がついてる場合は右の方からカードを奪えます。男の天皇、はい、はい、男の天皇、はい、次、姫が出た場合は、もう1枚カードを拾います。もしくはここに捨ててあるカードを拾います。はい、次、普通の殿様が出た場合、これ普通の殿様が出た場合は普通に自分の手元に置きます。そして次に、お坊さんが出た場合はお坊さんめくりなので捨てます。で、もしこうカードを持ってる時にお坊さんが出た場合は自分のカードを全部捨てなければいけません。はい、で、あと台付きの姫もいるんですけれども、台付きの姫の場合は左隣からでカードをいただくっていう感じで、最終的にカードがいっぱいになった人が勝ちです。ちなみに大津ルールとして、セミマルさんが出た場合は、落ちて、わしがセミマルじゃ。セミマルさんが出た場合は、落ちてるカードとみんなが持ってるカードを奪い取って、ゲットしていきます。というわけで、そんなゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。みんなもやってみてください。はい、